皆さんこんにちは、メロンクーです。ついに、マリオカート8デラックスの追加コンテンツ第2弾が来ました。木曜日なので、告知がないと思いきや、いきなり来ました。嬉しいですね。では早速、簡単にコース紹介をしていきます。まず、新コースのアイスビルディング。新コースが追加されるのは、予想外ですね。このコースは、ツアーで後日追加される予定です。次に64から、カラカラ砂漠。このコースは、ショートカットが多そうですね。次に SFC からマリオカートサーキット。次に Wii からキノコキャニオン。ツアーからシドニーシャンシャイン。そして、みんな大好き悪いイージピンボール。このコースは人気なので来て嬉しいです。GBA からスノーランド。ツアーから、ニューヨークドリーム。はい、これらのコースが追加されました。特に、悪いイージピンボールやキノコキャニオンが追加されて嬉しいです。第2弾の追加は8月5日です。今日から、8日後ですね。皆さんはどこ、コースが追加されて嬉しかったですか？追加されて思ったんですが、この前挙げた第2弾のリーク情報が意外と当たっててびっくりしました。では今回はこれで終わります。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。